よくやったと言っておくけど、まだ先は長いわ。常に周りを意識しなさい。前にばかり気を取られてると後ろからぶちかまされるわよ。シャントは命中する直前に急ハンドルを切れば避けられる。ルームミラーを見て耳を澄ましていれば驚くことはないわ。マインやブラストは敵の攻撃から身を守ることにも使える。パワーアップの中には後ろ向きに発射できるものもあるの。シャントやボルトで後ろを守るといいわ。ニトロを後ろに向けて使うと急激なブレーキがかかるの。タイトなコーナーにうってつけね。普通マインは後ろに落とすものだけど、ごく短距離なら前に向けて使うこともできるわ。パワーアップを使いこなすのも重要だけど、レースはそれだけじゃないの。マシンの選択も大切よ。コースをよく読んでライン取りを考えなさい。こんなところね。それじゃあ走りを見せてもらいましょうか。